こんにちは、スチのディレクターのさゆりです。今回はこの本番用のお団子に合わせて王道なバレエ舞台メイクをやってみたいと思います。まず早速下地をつけていきます。結構普通にガッツリつけますね。これはドルチェ&ガッバーナの普通のお化粧の時に使うものと同じ下地です。で早速これもうポイントですね。クリニックのね、なんだろう、シャビースティックをね、ここの頬骨というかちょっと細く見せたいとこに凹凸を出すために塗っていきます。で、フェイスケーキですね。ファンデーション、これ三ツ吉さんのナチュラル1という色です。でそのまま塗っていきます。でこちらハケでこうもうすぐに、まずこのポイントは凹凸をね先に入れてしまうところですね。これはカラーはチャコットのメイクアップカラーバリエーションコーヒーブラウンで、鼻立てもしていきます。同じカラーで鼻立てとアイホールにダブルラインをちょっとだけ入れますね。で今度はアイシャドウを塗っていきます。アイシャドウはね、三ツ吉さんのシャレーなカラーパレットって言って、いっぱいパレットがたくさん入っているやつなんですけれども、私はその中で今回は紫色のメイク、アイシャドウを使っていて、先にアイシャドウをやった後にダブルラインを、これも同じパレットの中に入っているブラウンで入れていきます。私はねペンシルじゃなくて全てアイシャドウでぼかしながら入れていきます。線だと描いたっていう感じになるので、全部シャドウでやった方がいいんですね。で続きましてアイラインですね。アイラインはねルボタンライン、これも有名、三ツ吉さんのですね。先につけまつげの前に私はアイラインを引きます。でこれも三ツ吉さんのプリマラッシュというね、8の17番早いね、私メイクするのもうついてるこれは際にねつけるのがポイントで、そして今中にちょっと切り込みを入れた後、もう一度つけまつげをつけた後にバランスを見てアイホール濃くしてますね。で私は最後に眉毛を描きます。で目のバランスを見て眉毛を描いた後、はい、下ラインですね。下ラインが一番難しいんだよね。離れすぎず近すぎず絶妙なラインに引きます。でもチーク塗ってる、めちゃくちゃ早い、私化粧するのチークを塗ってます。頬骨の高いところにチークを塗ってますね。チークもこのパレットの中に入っている、このパレットがすごく使えるのね。で最後にもう一度、これはメイクはね凹凸が本当に大事なので、鼻立てのをもうちょっとラインを足してますね。濃さを調整しています。でこれはクリスチャン・ルブタンの、これね、そうだ、シュウエムラを塗った後にあれちょっと薄いなと思って、やっぱりねルブタンの赤い口紅を足してますね。ちょっと映像と違うで最後にもう一回、ちょっと骨を削ってます。茶色のブラウンのシャドウで、早い、もう完成してしまいました。こんな感じでございます。はい、今日は舞台メイクの王道メイクをご紹介しました。
まず自分の顔がどんな顔かっていうところから研究して、自分にはどんな色が合うのかな、自分の欠点をカバーしたり、いいところを最大限に引き出すメイクを皆さんも練習してみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。